中岡慎太郎さん。なんだ、キャバクラに行ってくれないだろうか。一人で行け。この男坂本は、はい、弱い40、うん、ここまで独身未婚彼女なしを貫き通した人生であったが、はい、うん、寂しいな。正直、うん、女性経験がほぼ皆無という自覚ありき、とりあえず準備段階として1ヶ月金翼とエビオス状縛りをした上でここに来ているが、他に持っていくものはないか。え、もう開幕からつまずいてる気がするな。いや、するだろ、金翼は。なんでだよ。え、今初めて行くんだよな。うん、初めて行ってそれだったら欲望をぶちまけちまうだろ。だって欲望ぶちまけに行くんだろ。まあ、まあそうだけど、そういう店じゃないの最初はね。そんなね、いきなりガツガツ行くもんではないから。ガツガツ行っちゃダメなんか。よくないんじゃないかな。やっぱ中うるさそうだしな。うん、とりあえずさ、はい、偽名で行くわ。いや、開幕偽名かい。本名で行く。怪しい怪しい。一回カード抜かれたことあるし。名前で。一回ススキノでカード情報全部抜かれたことあるから。あ、だから現金以外持たないし、うん、ポケットに万札ぶち込んでいくわ。まあそこは少しね、用心したに越したことはないから。そうだろう。うん、とりあえずミスした設定でいくからな。一応いや、もう人生がミスだからいいんだよ。どうでも配信ってそのまんまだな。ちょっとシャレが効いてていいな。ちょっとかわいそうだねそれね。配信で会社もクビになった。自虐が過ぎるか配信は、うん、でも多分配信って読むだろう。わあ、キャバクラか。おう、もう着いた。早いな。おい、来てるぞ早速。見られてるね。汚いのかな。このえ汚いのかな。いや汚いよいつも。まず見なりよ。よく小汚いって言われるのはいいんだけど。キャストか。どうでしょう。僕もずっと胸見てるけどな。もうね、そこよまず。え、なんでだよ。かといって面と向かって見るか。何か嫌なことがあったって感じです。察しがいいね。うん、プロっぽいな。そこ言っとけばホイホイついてくるような時点でね、もう。え、マジか。違います。出勤前に偶然お見かけして気になっちゃったから。すっごく疲れた顔してますよ。やっぱ人生終わったっていうくらいの。ここのお店で働いているんです。もういいな。1万5000も持ってるし余裕じゃん。1万5000しかない。会社が潰れたんだからしゃあないわ。1万5000持って余裕だって。ガツ飲みしようよみんなで。お前、俺もおごってもらおうかな。じゃあだ5人だろ、うん、1人3000円で2時間飲み放題いけるだろ。なんで壁を飲み放題行こうとして。5月1日か。ゴールデンウィークはとりあえず食作さんしに終始するとして1週間だったもん。まあまあなんとか見つかったといったところだが、うん、早いな結構。でもゴールデンウィーク潰れたからな。当たり前だろ。なんで無職でゴールデンウィーク満喫しようとしてんの。やめろ、刺さるからね。とりあえずあの子に会いに行こうか。職見つかりましたで。何のご報告に行くのよ。新しく始めた仕事の給料が毎週土曜日に支払われます。うん、週払いなんだな。はい、4万5000か。あ、結構いいね。ってことは1ヶ月あたり手取りで20万弱。うん、まあ割と18万ぐらい。割と割といいとこ、いいとこ、いいとこ、割と割と、うん、結構金持って。6万あればヤバくない。と腐れろゲドウどもがよく来るわこういう店。おめえもそのうちの一人。疲れた顔してたお客さん来てくれたんだ。疲れボーイって言われてる。まあそれで一つタグつけられちゃったが。うん、嬉しくなっちゃう。やばい、かわいいぞ。どれもいいな。どれもよくない。どれもってどういうことよ。じゃあ3つ。もうね、物として見てるもんそれ。よくないわ、そこは。どの子もよくない。うん、お店の名前はバニーガーデン。バニーガーデン、うさぎの園か。はい、以上。あ、まあ
説明下手だなここが。大丈夫、そこがまたいいわけよ。だからたくさん通ってくれると嬉しいな。ペラペラペラみたいに言ってたら僕もグッとこらえてしまうわ、うん、じゃあ私はお客さんがお仕事頑張れる顔がたくさん癒しを与えちゃおうかな。どういうこの顔、今日でゴールでしょう。どこにゴールよ。ハイトは必ずドリンクを購入する必要があります、はい、高価のドリンクを選択すると好感度アップにつながるかもしれません。そりゃそうだよ。800円か、うん、まあ安いところじゃない、適正価格か、うん、ここからが本番か。そうね、高っ。あーもうヨーマンド行きたいな。金6万しか持ってきてる。借金してこいよ。嘘だろ。ヒントニックにしよう。なんで100円よ、アップ幅が。ちょっとかっこよさが上がるだろ、ジントニックで。ウロマイよりもなんかちょっと、まあそうね、1ランク上の男を演出しようよ。そう、一番安いやつよりは。はぁ、勝手に飲んでろや。うん、ドリンクをご馳走しないと他のお客の対応を優先します、はい、えげつねえな。気に入ったキャストにはドリンクをご馳走してみましょう。ダメだ、立ってあげないと。飲みたいなって言ってるんだから。え、空のコップとかないんか。何すんの。いや、ジントニック分ける。一緒の飲めや、じゃあ。うん、あ、これ1800円か。居酒屋円だとさ。なんで円ばっかりなの。これ、あ、よかった。おお、よかった。飯は出ないのかな。そんな出ないかな、うん、ピーナッツとか見てる。いただきます。え、いや、全然見てなかった。キャストと会話ができます。うん、うん、新たな企画が生まれる。プレゼント、何持ってきてないな。まあ最初だからな。でポケットになんかあの、うん、おがくずみたいなゴミ、ほこり入ってるから、うん、あれで火つけれるよね。自分で食っとけ。カッカッてやって。それサバイバルかなんかのネタだよな。サイゼリアで買ってこようよ。チーズサラミ、いやマジかこいつ、マジかよ。すごいね。ダメだ、こんなん無理だよ。まあ、お菓子詰め合わせがだベターかな。これだと原価数えたらさ、ポッキーなんて100円だろ、うん、そうだよ。だから原価500円とかしかないぞ。そうだよ。それ2600円で売ってんだよ。だって箱から出して女の子が触って、うん、詰める作業があるからそこが高いんだ。確か、うん、塩とかでいいんだよな、小皿に出してもらって。あー、なるほどね。うん、でもハグってあるね。バカやなんで初対面のお客さんで。でももう1800円もかけてんだ。たった1800円、グイグイ行かないと。1800円分やっぱ求めないと。ちょっと距離、ほらめっちゃ外れただろ。内心ドン引きだって。めっちゃ出たって。ハート今10個は出たって。ドキッとしちゃった。いや、こういうのが求められてるのよ。うん、もう逆装飾男子みたいに行かないと、はい、そんなんばっかだろうせ。ぐいぐい、ここでぐいぐいよ。そんなんばっかだぞ。お客さんのこと教えてほしいな。カンペンダ、うん、カンタハイトです。カンペンハイト、ハイトくんね。ハイトくん、うんうん、生まれる前に親父につけられた名前がハヤトだから、うん、そっちの名前になんなかったけど、そっからボジってハイトにしてんだ。うん、おお、こっちの方が結果良かったのか。ああ、そうだと思う。あはは、ごめんね。アップできないのかね。ちょっといい感じだ。お名前とお顔を覚えたいなって思って。ないな、覗き込むなって。一生懸命頭にインプットしてたの。じゃあ次は私の番。おいおいおい、私はかなって言います。どんな呼び方でもいいけど、名前は忘れちゃ嫌だよ。じゃあおっぱいでいいか、呼び方は。最低なんだけど。やだ、ドキドキしちゃうからストップ。あんまり優しいこと言うなって、お前も。いや、言ってるから優しいこと。いや、このちょっと恥ずかしいとかさ。あ、かなり言ってんの。、うん、もっと軽蔑した方がいいぞ、お前も。こういうなんかグイグイ来る男に弱いんでしょ。カナの方は何でも呼び捨てなの。何も彼氏じゃない。
やつだね。勉強になったな。それじゃあもっと早くくんのお話を聞かせてほしいな。まあ、うん、少しでも早く立ち直れるようにたくさん頑張っちゃうから。いや言ったわ、現地取ったぞ。たくさん頑張るんだからやれることやって、うん、明日婚姻届とか出すとこまで現地に現地を重ねて、もう結婚しない限りピクリとも笑わんからな。これからよろしくね。最悪なんだけどその考え。こっちもさ、まず相手のこともっとよく知ってからじゃないと。いや、3000円の延長料金取ってくるのぼったくりばーだ。こんだけ優しい言葉かけるんだもん。鳥うさぎにしろよ、てんめいやいや、そこもうちょっと言ってやれよ。高いって。え、何？ただで3000円持ってかれてる。席料、そうだな、かかるんだな。席料で3000円か。うん、で1時間では30分3000円とかなんだよ。30分3000円？うん、マジか。明日水でいいな。待ってるからまた来て。だって喋った内容、自分クビになって疲れました、うん大変だねしか喋ってないからね。そう、5000円持ってかれた。え、ここ呼ぼうよ。多分びっくりするね、取られるお金。マジで？うん、募集してないんだって。忙しいんだ。なんでだ。チェキ写真撮ってないもんな。でまだ行ってと寝るしかできんの。入店しない。そう、プレゼント購入できるって。これはとても、いやそれにしたってプレゼントをぼったくってんな。こんなんだからみんな金使わなくなるんだっつの。今時なバカだで1万円取ってくるんだろう。無理だよ。ギャンブル見るか。うん、どういうやつよ。ネットカジノかな。え、引くんじゃないか。どういう結果出てくんだよ。あ、成功か失敗かみたいな感じじゃない。もう赤の視点になるじゃない。ちょっと待てよ。1時間分消しとんだけど。延長分。カナと1時間喋った方が良かったんちゃうんか。そうね、ちょっと一回勝つまでやっていくら儲かんのか見ないと。うん、え？絶対やらうわ。いらっしゃいませ。前半は良かったな。好感度が一番高いキャストが入店直後に接客をします、うん、好感度を上げ続けるとキャストと結ばれることもあります。来てくれたんだ、うん、結びたいね。ありがとう。何飲むの？え、後ろの子たちも気になるが、とりあえずお前ちょっと一回カシスオレンジで回し飲みでいいだろう。自分な、まずは。あ、まず自分。俺はウロハイでいいわ。おお、うん、私もいただいてもいいかな。いや、後ろの勝手に飲めよ。ガブ飲みさせよう。うんうん、これ美味しいよね。あれなんだな。あ、ちょっと待って待って待って。うこ、痛い。おい、痛い痛い痛い。もうちょっと取れる。何元って。見える。ちょっと待って、もっかい飲めや。あ、フードでいいのか。ちょ、枝豆と早く。これどうした。静かに話しかけちゃダメ。今枝豆してるから。枝豆頼んだらあれかもしらんぞ。胸の中に枝豆一つサービスとして入っちゃって、うん、それ取ってねみたいなのがあるかもしらん。じゃあフライドポテトも同じか。胸にフライドポテトが入ってしまったから、うん、どういう状況で入るのそれ。多分入れるだろう、わざわざ。あ、わかった。ハイト君、ハイト君だよね。え、名前わかってなかった。名前覚えてない。本当に間違いない。昨日来たばっかだ。だから無数にいる客。冗談だろこいつ。中の一人だからな、結局まだ。そんなことないよ。あんなに佐藤覚えてたもん。大事なお客様の名前なんだから。チェンジしてくれ。万が一忘れちゃってたとしても、うん、今はわかるし問題ないはず。マジか。ハイト君の。ずるいや。時間が経つのはあっという間だな。あ、犬兄もうこれなくなったの酒。マジか。酒も時間も溶けてくな。ポテトどこ行ったのよ。てか枝豆をほんとどこ行ったんだろう。見るために頼んだ枝豆どこ行ったの。
クソ延長したけどなんか、うん、私ももう少し飲みたいなって思って。何飲むの？マジかよ、延長するって酒を頼むってことだろう。そうでしょうよ、一杯ちみちみ飲むわけじゃないのよ。カシソレンジでいいや。一回これちょっと飲みすぎだよってことでさ。ああ、うん、はいはい、優しさを出すのな。お客さんに呼ばれちゃったから。はあ、ふざけんな。と向こうの客はなんぼでもお酒をついでくれるお客さんだからな。え、マジかこいつ。うん、まあ一人でカシオレ飲んでろと。じゃあ何、あ、よかった、次が来るのね。おお、とりあえず話してみる。そうだよ、なんて言うんだろう、ミワ、ミユカかな。結構クールだね。うん、ミユカ、はい、自己紹介する。え、クール系だな。もっとしゃ、しかしゃるよ思い出す。この子にしよっか。お酒頼まなかったら向こう行く男よりは。いや、あれ人手出すだろう。散々今まで褒めてたのに。酒。何か考えてる。うん、どう今どういう状況か。あ、相手の思ってんの。うん、確かに酒飲みすぎて口が臭くなってねえか。ジントニックとカシスオレンジ飲んでるから。あと枝豆食べてるし。ハイトの口がくせえってこと。じゃあそれで思ってんのかもねっていう。それは答えにくいか。うん、会話は苦手って言ったらブチギレられそう。失礼だよな、相手に対してな。まあ、口数は多くない方ってことだよね。の方がいい。怒ってるわけない方がいいよね。うん、あ、いいね、静かで。あのさ、まあ、僕もあそこで喋るから凹凸があっていいんじゃないか、いろんな意味で。なんで平らにしようとしてる。なんかごめん。どうしたんだい。私こんな感じだから。ハイト、楽しい時間過ごせないか。さすがに私も今何飲む範囲が一つ落ちて真面目に聞くモードに。焦らずのんびりやっていけばいいんじゃないので。お前は飲むなと。うん。お客さんが呼んでるみたい。お前は飲むなで、はい、ちょっと大回転させよう。うん。で、回転寿司システムなんだな、多分な。あの曲うざいから変わってた。おぉ、来た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 。これでいいわけよ。うん、うん、そのシステムがまず分かった時点で強いよな。で、回転寿司なんだ、どこ。どんどん、ま、人に対して失礼だよな、それ。ちょっと待って、かわいいんだけど、うん、お客さんどうしたの、そんなに縮こまっちゃって。いや、これがデフォルトサイズだろ。失礼だよな。なんで見てないのに。ハイちゃんは。フランクな感じが。何してる人なの。あだ名までもつけちゃって。ハイちゃん、リンちゃんでいくか。相手普通じゃん、そのままじゃん。だ、まとめようなくない。まあまあ、そっか、ハイちゃん、リンちゃんで。僕もうっかり敬語よ、ギャル相手だから。待って、ハイちゃん、私敬語苦手なんだよね。うん、距離の詰め方が適正。いいよ、その作戦。敬語やめてくれると私マジで助かる。サンキュー。喋りやすいな。はい、ちゃんって優しい人。おかな、聞いてっか。会社とかだるいって。今耳ピクってなったな、向こうは。むしろハゲでしょ。顔見ただけなの。13,400円。枝豆食っただけなのに腹減ってしょうがないよ。酒3杯飲んだだけじゃん。1週間いけないわけだ。4万、待てよ、毎週4万5000円入ってくんだな。うん、逆を返す4万5000円まで払えんのよ。そうだな、頑張れば。うん、今現状残せばね。うん、まあ、生活費とかはさ、母ちゃんに全部仕送りで、逆仕送りで送ってもらってっから。うん、単純働いた金は全部お小遣いってことだな。使おうよ。あー、美薬買ってっか、じゃあ一発。ただの香水だけどな、それが。ただの香水か。うん、なんか仕込めるやつがいいよね。何仕込めるやつ。マカロンは仕込めそうだよね。え、もう空いてたらちょっと警戒するよ。空いてたらか。うん、いらっしゃいませ。やることあるんだろう。あれ、カナは、え、風邪ひいたか。お休み、帰るわ。カナいねえなら帰るわ。リンはどうしたの。なんだよこいつ、なんで休んだんだよ。そう、
青いからジントニックかな。大好き。お、大好きだって。マジか。幸せ感じちゃってるな。結構安いな。あるかも。でもそれ簡単に大好ききたね。うん、まあ高いから好き、純粋に味が好きなんだろう。多分それ見てるのでだいぶ限定だと思うなんで気づかれるんだなんか来ちゃったで。いやでもグイグイ行くか。行ってもいいんじゃないか。赤くなったぞお金ないんですよ。そうなんすよ。なんでも分かってんのジントニックとかしかあ、まあ、クビになってるって話もあるんですか。心配してない。いや言ってくれるかな。お客さんがいる。そっちはちょっと。なんとなく見たことある。あっちそっちこっちステージみたいな感じかこれから。本当にむしろ今日は体調もし問題ないが。そうなの？顔は覚えてるでしょ。やっぱりこうやっていうことは。え、誰にもそうやって言ってんだべ。これはね、運勢が良くないんだよ。わかる？今日の運勢。でもね、お客さん、お客さんはラッキーだよ。実は私、生命判断だから名前覚えなかったバカだぞ。いや、これで名前を言わせて、あー、はいちゃんって言うんだよ。で名前を聞き出す手法だよ。一発パンチ入れてるから常識って読めるみたいな、二つの意味で。漢字読めれるか、それとも中身もあるけど、二つの意味で。ダブルミーニングでいく。警察呼ばれるわ。オッケーオッケー。あ、よく知ってるな、ごめんよ。名前は知ってる。そう、分かってる分かってる分かってるけど、あれなんよ、漢字なんだよね、生命判断。本当に分かってるかな。言って分かってるどういう漢字で書くか、うん、あ、でもまあ、僕の漢字読めないだろう、パッとは。はいは、はいしか読めないやろで、勘だって言ってみようよ。うん、そうなんだ。あ、でも欲しいのはこれ本物かもしらんね、この子。え、でも自分が噛んだかもしれないよね、名前ね。なんで上の名前って決めつけてんだろうな。結構その絡みうざくね。それで神田ハイトが俺の名前思い出したかい。バレてたか、名前忘れちってたの。忘れたみたい。マジでごめん。忘れた人の名前をさりげなく知る方法っていうのがネットにあったの。しゃあないな、顔薄いが。生命判断してあげるって言って名前を聞けばいいって。不幸そうな顔でしか覚えてないだろうしな。天才じゃんね。でもはっきり忘れてたごめんっていうのを言えたのは私なんかやらかしてた。いや、どうだろうな、嘘をつくってことだろう。いざとなったら浮気とかしてる時も極限まで騙し通し姿勢を貫き通すじゃん。それは不義理と言えるんじゃないか。なんでも浮気のところ。そしたらやっぱカナみたいに忘れてたごめんねって言ってくれた方が僕としては安心できるかどうか。これ信頼だからな。初めから帰っとけ。電話するわ、帰った瞬間。きっしょい客だ。土曜日にいないのが気になるんだよな。彼氏とかいたらさ、うん、でなんかデートとかで、うん、お泊りデートとかでいませんとか、うん、後でさ、そういう残酷なこと知るぐらいだったら、うん、はい、花から帰るようとしてるよね、ボードに。今日は彼氏とお泊りですって書くわけないでしょ。だって僕も諦めるからさそんなお客さんの、じゃあ自分たちの利にならないじゃん。マジか、マカロン腐るぞマジで。そのために働いてんだぞこっち。いる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 。昨日何してたの。今日はそんなんいいから、おべんちゃらみたいなの。昨日何してたの。何飲むの。きしょい客。昨日何してたのよ。おい頼むぜ、マカロン行くか。いいよ、腐る、来週まで持たん。うん、よかったらこれ受け取ってくれるかな。気に入ってくれるといいんだが。うん、わあ、ありがとう。あんまり喜んでないか。大丈夫、太るからかな。うんうんうん、口笛は吹いてるか。うん、何かいいことでもあったかな。そりゃあもちろん、ハイト君がお店に来てくれたからね。マカロンに対してあまり言及は来ないか。こんなに嬉しいことはないでしょ。全然嬉しくなかったんだな。マカロンダメか。あ、昨日のこと聞けるじゃん。そうだ、昨日の話だよこれ。昨日の話しろや。どういうことだい。うん、おら、聞ける聞ける。誰と遊園地に行ったか聞こうぜ。だから男がいたら男誰とって聞けるじゃん。まあ満喫だからな。そう、でもたっぷりと寝たのかも。誰とって聞けばいいか。もうね、やばいよ。聞く内容が。遊園地聞こうよ。うん、
ハイト君、絶叫マシン好き？私は好きなんだよね。むしろ誰と絶叫マシンだけでいい。この間のお休みの日はね、うちのワンちゃんとずっと一緒に遊んで過ごした。マジで、あのズベコート。ズベコーテたる。ワンちゃんって言っている、うん、男かもしらんぞ。犬扱いしてるみたいな。チワワ、名前はチワワだから。ちょっと見せてもらうか、一回チワワ写真で。本当にチワワ飼ってるか怪しいじゃん。信じてやりなさいよ、そこは。尻尾を振って近づいてきてくれるし、寝る時もいつも一緒にベッドで寝てるの。ハイト君ってよし来い。よし、そういうのを求めてた。グイグイ行こうぜ。うん、田舎から出てきたんだ。マジか。あ、僕もスッツから出てきたんだよね。あ、でも厳密に言うと二人暮らしかも。愛しのチワちげえべ、一人と一匹だべや。してるからね、ちゃんと喋れや。でここに裏の言葉が隠れてるんだよ。二人っていうのは事実なんだよ。だから誰かいるんだよ家に。マジか。いやー、楽しい一日だったわ。32,800。3万2000円に足るものはまあゲットした感じじゃない。だいぶ高感度は。ワワチン絡みでこれから行くかっていう。お、え、店内でキャストを喜ばせることができると退店時に機嫌よく外まで見送りできます。はい、その後同伴し朝までみたいなことがあるのかもしれません。外まで見送りをしてもらったハイトはやる気が上がり、1週間だけ給料がアップします。これはいいな。やる気があると仕事で昇給し、基本給は、え、だから金使いまくった方がいいんだ。結果回ってくるのか。うん、待ってるからまた来てね。よし。だから今までは出てきてくれなかったからさっさと帰れと思われてたんだよ。うん、なんでそんな金がっつり5万ぐらい増えてほしいよな。さっきの画面でプラス1万2000円で書いてあったな。結構増えた。1万円うわー、1万円の酒頼んで1万円増えるんだったら毎回1万円の酒の頼んでペイだよね。でいいと思う。プレゼントもたっぷり買ってあるわけで。うん、うん、あいつ何なんかないんかな。言っちゃったか。あいつって何。いや、カナよ。ヒゲも剃って歯も抜いて、歯も抜いたらダメ。いらっしゃいませ。今日もでかいね。いや、もうちょっとあるでしょ。ワンパンチ入れたかも。まあそうだね、毛だらけだもんな。取ってから来るだ。私もよく忘れ物しちゃうよ。カナもだって。なわけないでしょ。いや、だって、ね、胸にいってるじゃん、多分。エネルギー全部。この間なんかダイエットのためにご飯、お茶碗一杯までって決めてたのに、うん、結局気づいたら3杯も食べちゃってたし。まあ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 、2杯はね、やっぱ2つ分だもんな。あ、一杯自分。一杯自分。で、二杯は二つ。片乳ずつ。口ついてんじゃないかな、こいつ。違うもん。食べないって決めてたことを忘れちゃってただけ。え、かわいいぞ。そうだ。はい、こんなやっぱ軽口叩き合いの中よ。簡単なクイズ出してあげる。軽口って。脳を働かせると、記憶力も良くなるってことね。二人で考えようぜ。バグと。では問題です。私はこの間のお休みの日何をしていたでしょうか。まあ休みの日はワワチンとって言ってるから。でも何だからそのまんま何で返してんじゃない、カタカナにして。何をしていたでしょう。最悪に。うわー、マジかー、組み合わせんだ。え、だ、犬と、うん、犬と、うん、家で公園じゃないか。え、だってでもよく公園で散歩してるって言ってたじゃん。え、でもずっと家でぶっこいて寝てたって言ってた。公園で、うん、公園で散歩かっていいと思うけどな。そうだな。うん、なんで家にした場合どうするの。犬と昼寝かなって、うん、よく一緒に寝てるって言ってたじゃん。うん、休みの日に。うん、あー、でも散歩か。もう散歩でいいんじゃない。グッと。正解。
あ、よかった。私と話す内容覚えてなきゃダメだ。ちゃんと覚えててくれてるんだね。名前も覚えなくせに人には知識、記憶を強いるやつか。そういう能力者か。私も物忘れ概念系だな。そしたら一発爪痕残すようなどぎついトークの方が。まだ手軽にできることがいいかな。まあ、そうだね、うん、手軽に疲れを取る方が、うん、いいツボ知ってるようで、うん、そう後ろ向いてごらんでいく触るそう、わしつかみにするあ、わしつかみ前の山をわしつかみする経血を全てつきましたね、はい、でもな、それ下ネタみたいな客に思われたくないよね。いや、もう思われてんだって寝てるんだから。マッサージ良さそう。なんかそういう健康器具買おうかな。家で自分で手軽にできるといいよね。オムロンがいいぞ。あとはやっぱりお風呂だよね。お風呂いいね。待って、外出あれじゃ旅行行けんじゃない、もうだからすでにお風呂この会話でお風呂行けんじゃない。もしかして私がお風呂入ってるところ想像した。エロ。ダメ。想像するの禁止。エロ。いや、今のは想像するでしょうよ。もっといい時間出すよ。はそろそろ帰るとしよう。いや、もっと続けるよ、こんな時こそ。なぜそこだけ急にどうないの。3万2000円か。安いもんだ。うん。お、また急アップだ。また来てね。絶対前に来るようになったじゃん。勝手に休むな、ちょっとやって。いいじゃん、別に。一応足見てんだから、毎回。今日も行くかんな。いらっしゃいませ。来てくれたんだ。ありがとう。反応がいいぜ。うん、何飲むの？安いぞ。いつも1万の酒飲ましてんのに、いきなり1000円の酒で舌びっくりせんかね。でも相手のこの好みを伺おうとしてるっていう体は出るじゃん。まあよく。とっても美味しいよね。あれ？私大好き。こいつハイボールマニアか。うん。ガンガントリスで行こう。え、トリガン攻めで行こう。うん、いいわ。マジか。え、高いから。うわ、水島ストライプだ。いただきます。ストライプ。ホワイト君ってもしかして大型？やっべ、嘘つこう。俺大型で。なんとなく大型っぽい雰囲気してるから。決意型答えてくれ。ありがとう。やっぱだろ、大らかだからな俺な。信じる信じないは別にしてもかなもうね、おそらく大型だと。うん、その判断。やっぱりマイライテンで一個爪痕残しとかないとよ。コラボと同じよ。お姉ちゃん爪痕残したらダメっつっただろ。B か AB だな。外したくないな。うーん、 AB っつってさ、うん、え、 B だよっつったら、いや、だから、え、 B って言ったんだけど、で、ね、ごまかす。これ結構じゃんけんで全部出してるのと同じよね。そう、O以外は全部出てるのと、うん、AB でいくか。 A だった場合は、いや、 A っつっただろうって。B とも言ったの。え、 B は、あ、歯が抜けてっから空気が漏れただけよ。え、 B って。そう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 。AB で行こうよ。うん、 AB 型の人って天才派だって言われてない？合ってんのかね。でもハートが出たね。ハイト君に天才だと思われてるんだ。正解はハイト君同じ大型でした。はじめに言ったぞ、大型って。あ、明らかに大型だからだよ。おい、ぬいぐるみちょっと質屋に持っていくか。確かに監禁じゃないと、もう船だって。質屋ないか、近くに。これ受け取ってくれや。もらっていいの？あれ、ありがとう。今一個嬉しいよ。これは大事にしないとね。当たり前よ、今日で最後かもしれない。ハイトだと思って置いといてくれや、それ。暇の時に何してんの？チワワのママチンと遊んでるよ。それ聞いた。遊んでたのに。こいつ記憶領域ゼロか。他の客とも話して帰らせてくれるか。チワワなの。帰らせてくれるか。多分1年間ボーイで働いてようやくじゃないか。森さん2杯頼んでるよ。金が
え、ちょっとどうすんのこれ、マイナス点になるんだ。あ、なんだ、借金のみできんじゃん。あ、よかった。なんだよ、じゃあもう食いまくろっか。さっき毎回飲むでいいんじゃない、うん、の。あ、マジか、怖い人たち来るってよ。でもまあ今のところ借りなくていいんじゃない。そうだね。いや、来ないだろ、カナはまだ。自分が行くんだろ、これ。ほら、お金稼ぎよ。え、マジか。2万円か、1回で。うん。だから1週間行かずに、金貯めて、もうドーンと使うとか。忘れないかね。犬でも1週間で忘れてくるだろう。なんか。これで1週間分の。マジかよ。電話かけてこいや。知らないんじゃない。もう6月だ。2週間行ってないぞ、行こう行こう。でも行こう、もう10万10万10万。よし。え、待って待って、ショップ行くわ。いらっしゃいませ。よし、よく来た。揺れてんね、今日も。見つけた。待ってたね。うわ、一発で落としてきたわ。うわー、そりゃ1回で5万使う男だもん。次からティッシュ持ってこよう。何飲むの？何使う？え、ちょ、も今まで持ってきてなかったから。最初プレゼント行こうよ。あ、いいよ、時計。うん、喜ぶか。もらっていいの？まあ、でも喜ぶか。ありがとう。嬉しいよ。これは大事にしないとね。あ、でもあの、うまいこと腕のところに、なんていうの、あのミサンガみたいなのつけてんじゃん。あの、ミサンガがつけるから結局腕時計つけられないのかもね。うん、ミサンガって細いけど。え、なになに。ちょっと何でも聞くよ、夜のお悩み相談室。ちょっとお金がなくて。え、もう幕末坂本の夜のお悩み相談室。テレフォンドッキング。なんでドッキングまで行くの。なんでくっついちゃった、今。194-9696、いつでもかけて。ごめん、194-9696って何よ。今は行くよ、くるくる。自分の悩みを相談しちゃダメだよね。実は田舎のお父さんから連絡が来てね、早く帰ってこいって。でもまあ、ここやめてくれた方が僕としてはプライベートで会う機会が増えるからいいよね。私はまだこっちでやりたいことがあるから、実家に帰らないって伝えてはいるんだけど。カタカナじゃないから。赤いパンツ履いてるぜ今日。そうね、だから何をやるっていう。お父さんと話して暮らす娘が心配なんだろうな。うん、心配性すぎだろうな。いや、一人娘だったね。ここに神田ハイトっていう男の中の男がいるというのに、何を心配する人があるとかねって。知らないからね、お父さんは。あなたの。あ、知らないからか。一回会ってくれればね。それが分かるから。中の男がいるからね。帰らないって伝えるときはいつもなんか、たんびに父しか見てないからな、こいつ。罪悪感みたいなものが生まれちゃってさ。まあ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 。あ？あ、でも言ってたな、母が B 型で父は A 型だ。ああ、よく覚えてんな。だから父と母が、うん、A と B ってことだよね。うん。すごい。まあまあまあ、何でも覚えてるよ。そんな細かいことまで覚えてくれてたんだ。なんか嬉しくなっちゃうな。おめえ、ピーチューロンしか飲まねえんか。俺はな。それじゃカナは落とせんよ。カナの花開かないね。一つしか飲まないやつ。それはね、ダメだわ。ピーチューロンしか飲まないの。俺はね、軟弱すぎるね。あんたは何飲んでる。やっぱ酒を分かってないやつには、うん、女心も分からないっていう俗説がありますから。まあ、そのまま返すけどね、俺ね。よし、飲んでくれ。お、よし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 。いいな。滑舌取り直してね、一発だろ。言葉噛まないようにスムーズに喋るための練習ってことか。スモモモモモモのうち。バスガス爆発のやつやってほしいね。いいね。ガスバクサブス。ダメだな、ガスな。演劇部に所属してたんだよね。ガスバクサブス。演劇部。こういう練習してたの。演劇部だったんだ。うん、まあ、下二つは嫌味だよ。そうな。演劇部、そっか。役者ですかね。まあ、一番喜ぶのは役者だろうな。え、なんか顔とろんとしてない？こんな顔だったっけ？たまになってたと思うよ。すごくなんかいい雰囲気の時の顔してない？うん。やっぱり役
者さんって演劇の花形だもんね。あ、じゃあゴミ掃除か。実は私ね照明ね、照明の係をやっていたの。はいはいはい。ライトを当てたり演出に合わせた照明を考えたり。ライト遮っちゃうんじゃないかこいつ。なんで父でかいから。なんでセグハラすんの。いや俺はたまに言わしてやる練習を。そういえばハイト君、何か記念になるもの欲しくない？仲良くなる。爪でいいよ爪で。気持ち悪い。マジで爪とかでいいって。髪の毛とかが。うん、ちょうどいいものがあるんだけど。髪の毛もいいね。興味ある？パッドとかでもいいな。え、なにこれ。マジで来るんじゃない。ミニゲーム。うん、料金を支払いってなって言いました。10万酒飲んだ。あ、でも2000円チェキ、チェキ2000円か。チェキ欲しいね。勝ちじゃん、もう。どれにしよう、うさ耳。うん、ダブルピース。はいはい。これは現場だな。うん、鶏肉。何鶏肉って。鶏肉って何？あの、あれじゃない、羽を伸ばしてるってことじゃん。あー、投げキッスいいね。投げキッスいいね。うん、手を伸ばす。あ、かわいいかわいいかわいい。あ、これいいな、ポーズな。眩しい。あ、俺好きかも、これ。僕も結構好きかも、脇が見えて。脇いいな。うん、ギャルピース。ギャルピーはあんまり好きじゃないな、俺。僕好きかも、脇が見えて。ドキドキ、うん、ドキドキでパンツ下から行く。これしか取れ。再撮影たるわ、2000円で。あ、いいね。あー、よかったよかった。ドキドキにしない？恥ずかしいかも。うん、落書き終わりっと。大会世界一かわいい。かなり上手に描けたかな。文字がどうでもいいんだ。かわいいんだ。お前がかわいいんだよ。文字はどうでもいいんだよ。ティーパ。これはツイストゲームか。料金を支払うためにルーレットを回すことができます。毎回か。やばいぞ。今ルーレットいくらだ。開幕500円な。で、うん、よいしょ。ええぐいやんこれ。はいはいはい。バカ両…待って待って待って、どうやったら観音開きなの。あ、あ、あ、そこじゃねえだろ。わかった、その右だろ。その右だろ、どう考えても。え、そこは自分で選べる。頭ついてるんか。え、選べるの。あ、選べんだ。ちゃんと開けや。うわ、またか。黄色。いや、赤、赤。赤くっ。バカ野郎。楽しかったね。なんでアングルを見たいところにやらなかったの。チェキを楽しみにどうぞ。入るわ。一番だ。だらねえ、おい。ハイト君、今日はもう時間ない感じかな。え、嘘。もしよければ。え、ちょっと待って、アフターじゃん。この後一緒にどこかに行けたらな。ハイト行きます。おいおいおい、すごいな。キャストのアフター。うん、マジか。わ、さあ、それでは乾杯。ハイト君、今日はありがとうございます。どうぞ。居酒屋でよかった。もちろん。私居酒屋大好きだよ。もう今度。お魚が美味しいって口コミだったんだけど。まあ飲ませるか。ほら、うん、お刺身もこんなに美味しそうだし。何飲ます？どぶろく、どぶろく紹興酒泡盛のスリーループいこう。ベロベロコースだろ。酔いつぶれでもちゃんと来たね。酔いつぶれ解放コースがって返してくるか。早く酔っ払って潰れろや。嫌われたくないし。おっさん全部濃いめで頼む。よし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 。簡単に言っちゃダメだよ。これ今日いける。ハイト君、本気で言ってるのか冗談なのか分からないとき。酒を急ぐべし。じゃあもうピッチャーで持ってくださいって。お腹いっぱい。ハイト君、今日はありがとう。いや返さんよ。私は楽しかったけど、ハイト君も楽しかった？うん。いや今
愛ちゃん絶対言わんわ。でもダメダメ。よかった、私も大満足。うん、またこうやって二人でどこかに行けたら嬉しいな。そうだ、ハイト君、今日は本当にありがとう。気をつけて帰ってね。そう、まあこれを繰り返してだな。で、一回じゃもう、ショップビックリマークってなんだ。割引パンツ、パンパンパンチ来たね。これあれじゃない、履いてたやつじゃない色。これでも爆笑かさよ、パクチーいけないでしょ。パンチ持ってきましたね。うん、やっとだな、もう疲れ切ってるよ、ずっと働いてるもん。これでようやくか、やっべ働きすぎた、疲れてるわ、広くは抜けない、うん、でも行くよね、うん、仕事ないとき何してるの。知りたい、うん、知りたい、私のプライベートのこと。ちょっと立ち入りすぎちゃったかな、最高僕。そんなことないよ、ハイト君になら話しても平気でしょ。そうだな、お仕事のないときはそうだな。何してんの。チワワのババチンと、またチワワのババチンあとは面白そうな舞台がやってたら見に行ったり。絶対他の客と混ざってるんだな。舞台、お芝居を見に行くってことかい。うん、あこれもさ、部活の演劇も好きなんだよね。やっぱり間近で見るお芝居って迫力あるし、うん、勉強にもなる。歌舞伎見に行こうよ。好きかな、歌舞伎。お芝居でよ。歌舞伎嫌いで芝居好きは名乗らせねえよ、逆に。行くか、パンツ。いいよ、うん、おいっつって、うん、よかったらこれを受け取ってくれるかな。きたいや、来ましたね。しい、いや、きしょいよな、これパンツ。パンチ時代が来ましたね。カイト君、小説とかって。その前一瞬でパンツ消えた。私の家で朗読生ライブ、贅沢でござるな。それはまずいと思う。これ一応幕末坂元の生朗読ライブ行くか。うるさくて寝れない一の。はい、え、少しだけ酔っ払っちゃったか。ドッキー、いや、ようやく爆弾主大作戦来ましたね。いろんなの試して買い合ったな。ハイアルコールプランがようやくドンピシャ入りましたね。どこからどうや。ガチ酔いしたって、うん、無理しないでね。ありがとう、ハイチン。ハイチン、ハイチンチン来たよ。ハイチンチンでしょ。下まではまだ一回。ハイチン、飲んでる。あっと、あ、近いね。何飲むのよ。少し飲みすぎちゃったかな。うん、このくらいのお酒、デージャビだよ。やべ、かわいいぞ。おボイレスレコーダー持ってくれなかった。今写真撮れって、スマホで。大丈夫。ここだけ近いとな、なかなか取り出すタイミングが。恥ずかしいっつるからな。方言のことどう思う？羨ましいは、いや好きだよだろう。好きだよで一発いく。うん、好きだよかっこお前がなっていう。そう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 、まで全部言う。うん、うん、そこそこにゃら、かわ少しくらい方言でもいいかな。かわいいって言ってくれて、うん、ありがとう、うん、デーローベーダーベーってみたいな感じか。デーローなんて持ってありなよ。デーローなんてベナーデーみたいな感じだね。デーローが可愛いなのか。ベ、あー、私しかし、うん、超力強いから、うん、ハイチンより全然強いから。これドキドキデスボー大大会か。その顔バックに負けたらどうすんの。ハイチン、手押し相撲で証明する。うん、なんで金取んのよ。はあ、酔ってるのも振りか。じゃあこっちも胸を押すぞ、手の代わりに。ありがとう、ハイチン。相手にちょっと出してくれよ、はい、家で胸押し相撲になりますが、よろしいですか。押す位置選べるかもよ。5000円で。5000円 !1 万だろ。さあ、来い。え、マジで押せんじゃない。反則行為なのか。
イミングか。ちょっと。え、お。A ボタンってか。そうね。あ、これが手の位置、あ、違うか。おっと。おい、おい。おお、はいはい。え、触ってるとこどこ、マジで。えい。さあ、これ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 写真撮る、写真撮れ、写真もパンツも撮れ。そう、安いだ、安いゲームだわ。うん、毎回やろうよ手押し相撲。ねえ、大地。え？早いよ。まだ一緒に。ちょっとまんまマジでマジでマジで。このままバイバイしちゃうの？え？このままバイバイ。いや、長尾がバイバイしますよ、まあ、俺も連れてって。さっさといるって俺も。アフターに行くなら15,000払う、うん、いいの？本当に？信じてもいい？ついてこい、ついてこい。一緒にいたいって思ってくれたんだ、嬉しい。映画か。ようやく酔いが覚めてきたよ。まあ映画で無難にって感じか、レイトショーで。何見るかだな。もう終わったようだ。泣き者だったか。ありがとう、ハイト君。でも今は私の顔あまり見ないで。化粧崩れるからな。こんなに泣くとは思わなかったよ。どうせスピム可愛いって。顔がぐちゃぐちゃになっちゃった。うん、私も同じ。この監督が前に撮った映画も良かったけど、すっぴんでいけない顔めちゃくちゃ変わったら僕も考えるところあるけどね。マジかよみたいな。プリ加工したんだ。一応女優志望だもん。女優志望だもんな。映画はたくさん見てると思うよ。そうか、まだ夢を諦めてない。可愛すぎる。解散ぞ。ハイト君。え、これを受け取ってくれたら嬉しいんだけど。逆プレ？脱いだパンツとかが。バースデーチケット。うん。え、私のバースデー。金貯めようぜ。おい、マジそんなことある？都合が悪かったりしたら、誕生日なんだ。いいからね。いつなんだろう。バカ金使おうや、金貯めまくって。バースデーは。どうする、バースデーの1時間ごとだったら。10人ぐらいいる。5万のドンペリ連発入れようぜ。カレンダー。カレンダーどこ？あ。25。今6月が5日？今5日？そう、今やる気アップしてるから。え、25だぞ今。あ、その日がそうか。カレンダー、あ、8月、8月13までカニ高専乗ってこうぜ。100万持ってってよ。もうドンペリシャワーで浴びせてよ。ドンペリ風呂作ってその場で入れようぜ。うん。結構増える時あるんだ。そうだべ。しゃあ増えてる、うん、で、出費を抑えつつドレス、パパンパパンパパンパンパンストストパンストスト。はい、陥落スペシャルだね。いいね。もうカナのおっぱいだけで世界回ってるもんだ。また次回の放送でお会いしましょう。 お相手は坂本龍馬、そしてのここしんとこの龍馬でした。はい、そしてうん、ワバチン、カナダ、カナダも忘れてて今。